こんばんは、ブラグモカケツです。ということで、配信部屋でーす。こんばんは。これ和室、もう和室ではない、和室皆さん予想合ってましたでしょうか。和風ですね。なんかちょっとリッチ風で、はい、かっこいい。さすがにこれ僕邪魔か今。で、消えておきます。で、一回椅子も消しておきます。はい、ということで。全体像こんな感じですね。机なくした場合の。割といいベッドに住んでて。はい。椅子豪華。え、全部豪華でしょ。はい、ここに、はい、すでに座って、はい、カチカチやってます。こんばんは。え、なんか思ってたイメージよりリッチだったんじゃない？やっぱ。みんな逆に言ったら畳とか予想してたんじゃない？リーサルカンパニー待ってます。え、リーサルカンパニーな。やりすぎた感がある。すごい。まあ、メンバー変わってならやるかもしれんけど、奥からそういうことなさそうやな。やっぱやるなら別のゲームの方がいいしな。まあおもろいけどね。ああいう系のなんか複数人できるやつ、割とみんな好きやからな。バイト組でやってなかったっけ？まあでもバイト組でやるんだったらまた別のゲームなりそうやけどね。みんなもうリーサルカンパニーやってるし。あとなんかみんな結構コラボ終わった後に結構ゲーム調べてたからみんな。なんかこっちこれやらんみたいな。知らんゲームしかなかったわ。で、ワンチャンどっかでまたやるんじゃない？割とバイト組も急に集まるからな。これ明日やらんみたいな感じで言ったら明日来るみたいな。予定なかったらね。いや、割とみんな意識高いから。ヒューマンフォールフラット第2弾待ってる。やめときます。割とみんなやりたくなさそうやしな。あ、耐久は。耐久だったらね、割と前のめりだけど。じゃ、耐久できそうな、やりたそうな人がいたら、ヒューマンフォールフラットの、耐久、やりたいですね。あ、スーパーだったらでます。モンハンしてほしい。あ、なんか、やるかもしれん。わからん。そのうちやるかもしれん。あ、迷宮校舎も、迷宮校舎はわからん。え、普通にかもしれんだからね。火鉢うさみで話してたよな、なんか。モーハンやらんみたいな。僕もなんかな、波に遅れた人間だからね。入れんかった。モーハンの波に。あ、スーパーだったらございます。なんかピコパークめっちゃ言われるけど、ピコパークなんなんだろう。なんか前から割とピコパークっていう単語を聞くけど。なんこれ。これあれか。え、なんだ？協力ゲームなんだ。なんかちっちゃい、なにこれ。猫がぴょんぴょんしてるだけにしか見えないけど。動画見な、わからんな。え、これ、大人数でできるんだ。割と一人用にしか見えんかったぞ。え、結構むずい。え、嘘でしょ。これ、画像で調べたけど、全然簡単そうにしか見えんけど。
これで頭使う、ある。最大8人なんだ。めっちゃ杖できるってことね。前やったんいつだ、なんか最近あとヒーロー内でエペがすごい流行ってるっていう、みんななんか朝活とかでやってるよね。割とみんな配信外とかでもやってるからな。からエペの持ちエペがみんな高すぎる。あつ森株大丈夫？一切スイッチ開いてないね、そもそも。ヒーローエピよくやってるよね。めっちゃ上手くなってんじゃない？プラチナ相手だ。もう猛者やん。もう今のエペでプラチナって猛者なんじゃない？前配信でやってから開いてないな。6時間やってマイナス。いやでもそんなもんでしょ。そんなね、楽にプレデターとか行かれたらね、困るわ。一緒にやらんの？なんかあんま配信外で最近ゲームしてないな、そもそも。やっぱ配信外でゲームしてるやつが一番上手くなるよ。火鉢とかも最強になるんじゃん、そのうち。モチベの塊でしょ。